イネイモチ病菌はイネイモチ病の病原菌である。イネイモチ病菌は1892年に不完全菌として記載され、長年にわたる有性世代の探索の結果1970年代後半になってテレオモルフがマグネポーテグリシアであるとされた。この時点でイネイモチ病菌とメヒシバイモチ病菌の間で後輩が成立しないことは明らかであったが、 形態上区別することが困難であることから、同種として扱われることとなりこの学名が広く普及した。しかし2000年代になって、両者は生殖的に隔離しているだけでなく明確な遺伝的差異があることが明らかとなり、稲荷持ち病菌を別種として扱うことが提案された。さらに2013年以降、テレオモルフナとアナモルフ名の20名名法が破棄されることとなり、 先、ナケンの原則通り、P.O.O. ザーを用いるか、実用上広く普及した、M. グリシアを用いるかの論争に発展した。ピキアレリア、マグネポーテワーキンググループでの検討の結果、マグネポーテ属を利用するためには、影響範囲の広い複数の問題があり、原則通り、P.O. ザーを用いることとする勧告が取りまとめられた。ありがとうございます。